皆様オラカルロスです。だいぶ暖かくなりまして、桜の花ももうすぐ満開を迎えようかというところでございます。皆様はお花見とか、そういうご予定、または散歩中に桜を見に行こうとかっていうご予定はあるでございましょうか。カルロスは車を運転している窓からちらっと桜を覗き込むことが限界でございます。皆様のお気に入りの桜スポットとかございましたら、コメントなどで教えていただけると参考になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そんな中、気温がだいぶ上がってまいりましたので、パフェを作ってまいりたいと思います。まずはパフェの飾り付けですね。クレープをパリパリに焼きまして、飾り付けのクレープをカッティングしてまいります。こんな形で出来上がりました。それではパフェの盛り付けをご覧ください。お花見に出かけまして、お散歩なんかすると、この気温だと少し汗ばむぐらいになるでしょうか。そんな時はぜひパフェをご賞味くださいませ。お店でお待ちしております。こんな形で出来上がりました。それでは皆様、アディオース。